こんばんは、今日はですね、また雑談チックな話をさせていただきたいと思います。はい、お時間ある方はね、お付き合いください。はい、本当でここ数日なんですけど、私ねずっとウェブ開発とか、あと何ですか、メールのね新規アカウントの作成っていうのをやっておりまして、はい、でこの度昨夜ようやく新たにまた一つメールのアカウントを追加いたしました。はい、私ねメールのアカウントいっぱい持ってまして、でそれも良くないなって思ったんですよ。まずショップが2つあります。まあいろいろ事情があって、パイロットフライ専門のパイロットフライのジンバルだけが置いてあるショップがあります。で、その他、最近私がやり始めてる、手をつけ始めてるカメラレンズラオアとかカムランとか、あと QHYCCD とか、その YS イメージというね、まあそういう名前でショップを作ってます。この2つってそれぞれね、アカウントが違います。方や、まあまあその YS イメージで、こっちがまあパイロットフライドットショップで、パイロットフライドットショップも2つアカウントがあって、1つは iCloud で、1つはまあ普通のなんていうんですか、 POP3 の、アカウントですね。 POP3 と IMAP があるんですけど、この違いっていうのは、 iCloud っていうのは送信した時に自分がその送信履歴っていうのが、その端末がね、こっちでお客さんのこの iPad でお客さんから来たメールに iCloud で返事しました。でそしたら、デバイス端末が違ってても、例えば MacBook とかデスクトップとかで、まあスマホでもいいです。それで送信履歴辿ったら、ここで返したやつがこっちで見れるじゃないですか。うん。で、そういうやり取りっていうのが全部つながってる。これがまあ iCloud とか、その iMap っていうんですかね、の方式のいいところで。で、対して私がまあ普段、まあずっとメインで使ってたその、POP3 ですかの、アカウントっていうのはそれができないんですよ。で、私、まあ皆さんもおそらくそうだと思うんですけど、スマホで返事したりとか、まあどこでどういうことしてるかわからない。私が海外に行ってるかもしれない。出張してるかもしれないとか。でもお客さんからやっぱりね、まあ緊急でメール、返事欲しいとか。そしたらまあ、スマホで返事します。そうすると家帰った時にデスクトップでそのお客さんに返事したかどうかっていうのが、履歴が見えないんですよね。返信しましたマークがね、出てこない。それがね、ずっとね、なんでね、この私、こう、パソコン触り出したのは1999年。まあ、かれこれ、どれくらいですか？もう20年とか経とうとしてるのに、パソコンのその、たかだかメールっていうね、テキストのやり取りっていうのが、デバイス間で見れないっていうね、これ一体何なんだろうなって思ってて、でずっとね、これをなんとか改善したかった。デバイスというか、その、まあ、端末はいっぱいあるじゃないですか。皆さんも多分ね、スマホとかタブレットとか、デスクトップとか、ノートとか持ってると思うんですよ。で、それでそれぞれ返事するんだけど、どこで返事したのかっていうのがもう全然わからない。うん。で、まあ、そういう思いがあって、まあ、これクラウドの方がいいのかなってことで、クラウドのメールの iCloud のね、アカウントを昨年、取得しました。で、そうするとですね、この iCloud っていうのはちょっとクセモノで、iCloud っていうのは、まあ、言ったらアップルじゃないですか。で、Gmail っていうのは Google じゃないですか。Google と Apple って仲悪いのか、iCloud のメールを、iCloud のメールで Gmail の、お客さんに返事を返すと、それがね、どうやらね、迷惑メールフォルダに行ってしまう確率がすごく高くて、で、お客さんからその自動返信メールが行かなかったとか、そういうのが結構相次いだんで、いや、これはちょっとビジネスアカウントとしてはこの iCloud っていうのは使えないなって思って、実際にそういうのが出てるんでね。で、まあ一旦もう凍結させて、はい。で、今はまあその普通の iMap じゃなくて POP3 のアカウントのやつを使ってます。はい。でも、そうするとやっぱり、どうなるかっていうと、もうデスクトップがこれメインで、まあお客さんに返事をカタカタやってますんで、デスクトップのパソコン以外では、例えば iPad とかせっかく持ってるのに、これでお客さんに返事できない。iPhone とかフリック入力私得意なのに、これで返事できない。そうすると野外で、例えばちょっとこうホームセンター行ってるとか、コンビニ行ってる時にすぐ返事ができるのに、家帰ってからタカタカ打って返事しなきゃなってなっちゃう。うん、そうしないと、スマホで下手に返事してしまうと、1日に何十件もメールが来ますんで、お客さんからね。そういった時に、そのうちの1件だけ、例えば、まあ、クイックレスをしたとする。
そうするとこっちで見えないんですよ。どのお客さんに返事したかとかしてないかっていうのがもうバラバラになっちゃってわけわかんない。で、それぞれのどの端末で返事したのかっていうのを追っていかなくちゃいけないんで、ものすごいそれがね、ややこしくて、もうなんとかこの環境を改善できないかなと思ったんですよね。で、そんな時に、まあ、Gmail にしたらいいんじゃないかなと。まあ、Gmail だと今度 iCloud と相性悪いのかどうかっていうのはわかんないんですけど、Gmail の、まあ、今回アカウントを取得しました。ただ、Gmail を使うって言っても、そのままの無料の Gmail だと、まあ、今後ね、ひょっとしたら私も法人化するかどうかわからないですし、まあ、事業としてやってますんで、まあ、うん、法人アカウント的な、まあ、メールを持ちたいなってことで、有料のね、G Suite っていうね、はい、ところに、まあ、契約して、で、そこの、まあ、アカウントっていうのを独自ドメインで、取得しました。話がね、すごく長ったらしくなっちゃったんですけど、新しいメールアドレスは、shop@ysimage.net っていうね、はい、そういう、まあ、アドレスになりました。もう、このメールアドレスで、もうすべて、パイロットフライも、ダウアとか扱ってる YS イメージも全てもうこの一本で統一していこうかなっていうふうに思っております。はい。まあそうすることによって、まあどのアカウントから、どのショップサイトからのお問い合わせメールでも全て一本に集約されて、で、私がどの端末で返事しても、すぐそれがもう集約されて、どのお客さんに返事したのかしてないのかっていうのがわかるような。はい。もうね、説明するのもややこしいんですけどね。まあそういう、なんていうのかな。仕事の効率化っていうところで、まあ真っ先に着手すべきだったところがずっとできてなかったんで、まあこの度ね、そこを改善するということをさせていただきました。はい。まあそうすることで、まあ一見お客さんに関係ないような話に聞こえるんですけど、まあお客さんからメールが来た時のそのレスっていうのが、よりまあスピーディーになっていくんじゃないかなと。もうためらいがないんでね。はい、ためらいなく私が外出しててもすぐ返事して、でこっちでもちゃんと管理ができると、はい、いうことになるんで、まあそのあたりは改善していくんじゃないかなっていうふうに思います。で、同時にファイルの共有っていうのも、まあ Google ドライブとかスプレッドシートとか、まあいろんなもの、まあスケジュール管理を含めて、まあ、そういうのも全部もうクラウド化されてるんで、まあこの端末で、ちょこちょこっとメモ書きしたやつとか表を作ったやつっていうのはもうこっちにも反映されてるし、あっちにもこっちにも反映されてるし、はい。だからまあ私だけじゃなくて、まあ嫁もね、仕事してますんで、そのあたりのデータの共有とかもしやすいですし、はい。まあそういったところをようやくね、私もね、もうこういうパソコンとか最先端のものっていうのは疎いんですけど、まあいろいろ調べまくって、で端末にアカウント入れてパスワード入れて通らなかったりとか、うん、まあそういうことをしてようやくね、すべての端末でそのあたりのキャッチボールっていうのができるようになりました。はい。ですので、まあ例えばですね、まあ具体的な話すると、このジンバルのね、ここの各部名称、ここのネジって、名称で言ってもお客さんは分かんないじゃないですか。だからこのネジを緩めてって表現するときにここ写真撮るわけですよ。で、今までだったらスマホでパシャって撮って、で、そのスマホ上で、まあトリミング加工をしたりとか、なんかまあ文字入れることはないけど、そのスマホの写真をスマホ上でメールに貼って送るということをせざるを得なかった。で、そうするとあっちで見えない。送ったかどうかっていうのはもう数日後になったら分かんないでしょ。で、それが、まあ今だったらスマホでまあパシャって撮って、でそれを Google ドライブに入れとけば、あっちでそれを加工して Photoshop でトリミングしたりとか、赤丸つけたりとか、ここですってこう文字入れたりとかして、当然送ることもできるし、まあいろんなことがね、やっぱ効率化していくのかなっていうふうに思います。まあ我が家っていうか、まあこのうちのショップも非常にこう狭いですし、端末自体もまあこの端末とこの端末と、まあそれこそ距離で言うと1メートルしかないですし、まあ本当近いところに点在してるんですけど、うん、なのにまあこういうアナログ的なことでわざわざね、うん、まあメールをわざわざ今までだったらスマホで撮った画像を自分の我が身のメールから我が身のメールに対して送って向こうで受けて、で画像をダウンロードしてローカルに落として、でそれを加工して、でお客さんに、まあ、デスクトップからお客さんに送ってたと、すっごいね、めんどくさいことをしてたんですよね。はい。で今後はまあそういうところからだいぶ解放されるんじゃないかなって思います。はい。でそうするとまあお客さんとのやり取りっていうのがもっとスムーズになりますし、うん、
まあ環境の部分ってすごい大事なんで、逆にね、私がね、もっとそういうことをいろいろ知ってる人間だったら、私がね、このお仕事をさせてもらう、もっと初期段階でそこはやってたはずだったんですけど、まあ私もそういうのに疎いんでね、今頃ようやくね、はい、遅ればせながら、まあ、やりました。はい。ですので、まあ、今後はですね、まあ、そういったところでお客さんとのやり取り、連携っていうのがもうちょっと早くなればいいな、ということを思っております。はい。そんな感じでね、ここ数日そういうことをやっておりました。まあ、あとね、私のショップページの、まあ、いろんなそのページありますね。コンテンツページとか、ショップの商品ページとか、そのあたりの、まあ、最適化というか、まあ、いろんな見直しですね。うん、見直しをしたりとか、まあ、いろんな環境整備っていうのをずっとね、ここ数日やってまして、で、おかげさまで、そんなことやってたら、まあ、この YouTube の配信とか、まあ、カメラレンズがですね、とかね、ジンバルがですね、とかね、そういうモードじゃ全然なくなっちゃって、まあ、今自分のフェーズ的には、まあ、ちょっと時間をね、うん、まあ、じっくり腰を据えてそこの基礎ベースのところをしっかり固めて、まあ、サービスにつなげていこうっていう、まあ、そんなことをね水面下でやっております。はい。ですので、まあ、先日私が言うちょっと、何ですかね、元気のない投稿したから、まあ、ご心配いただいた方もいらっしゃったみたいで、まあ、全然元気ですし、ただちょっとね、カメラとかジンバルと別のことをずっと、もちろんジンバルショップですけどね、そういう、まあ、インフラというか環境面でいろんな整備をしてましたんで、まあ、それだけです。はい。ですので、まあ、そのフェーズがね、終わり次第またね、私も、まあ、今どんどん暖かくなってってますし、トラベラーとか、まあ、アドベンチャー使ってね、外でこう、はい、繰り出して、撮影してきたりとかですね、映像作品もアップしていきたいと思っておりますんで、今後ともですね、まあ、末永くお付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい。そんなわけでね、今日もねちょっと雑談枠になってしまいましたが、まあ、環境整備をしたりとか、メールのアカウントを作ったりとか、そんなことをやっておりましたと、そんな話、でした。はい。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。というわけで、以上です。ありがとうございました。